はいどうも、ソイジマックスでございます。ふっ、ドライブレコーダーいただきました。前も撮れますけども、これ後ろもね撮れるという、まあ、前後同時に撮れるという、煽り対策防止にぴったりなドライブレコーダーです。ちょっと開けます。まあ、これまでね、いろんなドライブレコーダー試してきましたけどもね、説明書、カメラ本体 4K 撮れる、 SD カードスロットと USB の接続口ですね。接続口と Wi-Fi ボタン、パワーボタン、シガーソケットから電源を取るやつ、リアカメラ、配線とリアカメラ、 GPS ユニットか、 GPS と書いてますね。これメモリーカードも付いてます。いいね、 32GB、 直射日光当たるのをちょっとこう和らげてくれるためのフィルムのようですね。これ2つ付いてます。以上、これだけのものが入ってました。あ、すごいな、スクリーン綺麗ですね。タッチスクリーンですね。いろんなモードが、いろんな設定ができるようになってますね。今から取り付けをやりますけど、ちょっと暑いんで一休み。作業の前に腹ごしらえですよ。本当は作業が終わってから食べるべきかなと思うんですけど、こうして見ると黄色い車とかね、カラフルな車っていいっすよね。あの色がもうマツダさんは作ってくれないんですよ、この色ね。前ロードスターとかもこの色ありましたよね。もっと濃ゆい黄色やったかな。もう作ってくれないんだな。なんか鮮やかなね、原色とかの方がヨーロッパテイストがあって好きなんですけどね。うん、さあやるか。ドアも全開です。暑いからね。いいでしょ、屋根が開くのって素敵でしょ。ドライブレコーダーあるんですけども、これをちょっと外して、付け替えます。ちょっと外しますね。これはまた誰かにあげようと思いますけどね。まずはフロントですよね。これですよね。これをここに付けなきゃいけない。動くよね、はい、よしよし。ああ、まあ大体どこでも良さそうだな。よし、じゃあここに蹴って、これ両面テープですね。 3M の強力な両面テープだな。バックミラーに当たらないところをここにします。よし、決定。以前使っていたケーブルがね、電源ケーブルがそのまま使えるんで、これね、今までは吸盤タイプだったんで、こういう両面テープタイプはね、初めてですが。で、これね、こうパッてこ取れるんですよ。これ、ここが磁石になってるから。これはちょっと便利かもしれないな。こうやってカチャッとね、こうセットできるし。なんかこう見たいとき、パッとこう外せるもんね。これはいいかもしれません。まあ、ここにはついたんで、次はこれです。リアカメラ。これをつけよう。てか、どうやってつけるの？リアゲートですけど、大体でもやっぱここかな。あ、落ちた。この辺ですよね。このナンバープレートのあたりとか。ですよね。ここかな？ここだよね。やっぱりね、ここだよね。それか、もうこの辺か。下か。下か。猫が今通ったよ。猫が通ったよ。今ささっと猫が通って、ちょっとびっくりしたよ。近所の猫だな。ここにつけるということで、わかりやすいですけどね、明らかにもう撮ってますみたいな。リバースランプの正極ってどこですか？これか？よいしょ。これのプラスにつないでくれっていうことですか？つくかどうかをまずチェックした方がいいね。動くのかしら、心配ですね。とりあえず仮で、これでいいの？これでうまく動くのかな？ケーブルですね。これケーブル、これつなぎます。これで動くかな。カードを入れてください。後ろは、あ、映った。映りましたね。ひっくり返ってるけど映った。成功した。やった。まあまあまあ、意外と簡単だった。よかった。よしよしよし、これで煽り対策バッチリだ。ここを外して、ここにつけることにしました。よし、取れた。やっと取れた。
これ取り外すのに四苦八苦したよ。こういうとこ外すとすごく汚いね。当然ですけどね。それはすごく汚いさ。手が届かないもの、こう綺麗にします。本当に汚いね。ここにつけることにします。そしたらまあこの隙間からケーブルも逃がすことができるでしょうし、こうですね。プラスチックなんでもうゴリゴリってやったら穴開くと思うんで、そんなノリでいきます。まあ大丈夫でしょう。千枚通し、ぐるぐるやって、よし、OK ぞ。よし、こっち OK、うん、あー、なんとかつきましたよ。ちょっとカメラの向きもなんとなくこっちかなってところに合わせておきます。一応ね、ほら、いい感じにつきましたよ。これで良ければこのままちょっとガッチリ固定して使うということでいいかな。ちょうどね、いい感じに穴がありました。これは多分リアフォグとか用の多分やつかな。ヨーロッパでもね、この車売ってますからね。海外で使うんやろな、多分な。多分ですよ。よくわかんないけど。まあまあ、ちょうどケーブルが出る穴が開いておりました。よし、一旦仮止め。大体でいいからね。はい、一旦仮止めでここに設置。さあ、これでどんな感じの映像になるか。次の後ろはこんな感じです。映像が来るか。カードを入れてください。どうですか。後ろパッ、あ、十分だね。十分ですね。オッケーオッケー。よしよし、十分でした。ここからピロッと出るけど、まあこのくらいはご愛嬌ということにしときます。剥がれる、ここだ、うん、もうここまで来ましたからね。よいしょ。内装剥がしは便利ですね、こういう時は。本当によっこいしょ、うん、入った。よし、オッケー。この中に入れてしまい、入れました。オッケー、うまくいった。ああ、疲れた。蚊が俺を襲っている。めっちゃ蚊が入ってる。やばい。疲れた。ちょっと思わぬ大工事でしたけども、なんとか設置はできました。ちゃんと動くし、あとはどういう映像が撮れてるかですね。それが気になるところ。撮ったものを見せます。どうぞ。República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, y la casa de la bachata. というわけでドライブレコーダーを設置しました。後ろも撮れるドライブレコーダー、まあね、前はちゃんと撮れますし、後ろもちゃんと撮れると、まあ煽り対策ということにもなるし、まあ、これ家族が使う車なんでね、ちょっと余計ちょっとね、煽り対策はしときたいなと思ってました。できてよかったです。いや、なかなか大変でしたけど、なんとかできた。やったね。